どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのアメックスプラチナカードですね、発行してとうとうね1年が経とうとしたところなわけなんですけども、まあ、本日はですねこちらのアメックスプラチナカードね、まあ、1年間利用させていただいてメリットデメリットなんかをですね紹介ねしていきたいなと思います。まあアメックスプラチナカードね知ってるかと思いますけども、年会費がね14万3000円ということで非常にね高いクレジットカードっていう風になってるんですよね。これがですね、まあ、実際どうなのかっていうところをですね紹介ねしていければなと思います。それではまずですね、私はこのアメックスプラチナカードを発行したのが2021年の11月の半ばぐらいね発行いたしました。このクレジットカードをね、まあ、発行した、まあ、理由としてはですね、まあ、今までねずっと発行してみたいなっていう思いがありまして発行したっていう感じで、まあ、主にね利用させていただきたいなと思ってた特典は、各種保険ですね、非常に保険が充実しているっていう点と、コンシェルジュ、あとプライオリティパスですね、あと FHR っていう感じで、まあ、あとね年会費更新した時のね、まあ、フリーステイギフトなんかもね、まあ、利用してみたいななんていうふうに思いまして、今回ね発表させていただきました。でまずね保険に関してなんですけども、このアメックスプラチナカードっていうのは本当にね充実しているね、あの付帯保険っていう風になっておりまして、国内外はですね利用付帯していただければ、こちらね最高1億円までの付帯がついております。で自動付帯でもね5000万円までの、まあ、海外旅行保険がねついているっていう風になりますんで、かなり充実しておりますよね。またね家族カードもね保証に入ったりということで、特典としてはね本当にモリモリで入っております。でそれ以外にもですね、アメックスプラチナカードは個人賠償保険っていうね特典も付帯していたりですね、あとね家電が壊れたり、まあ iPad とかねそういうものも、スマートフォンはね対象外なんですけども、まあ、そういったものがね壊れたりした時にですね、これねアメックスのカードで切ってなくてもですね、その壊れたね家電の金額はですね何パーセントみたいな感じでね保証していただけるっていうね感じで、とてもね充実してるんですよね。まあここら辺がね受けられたらいいななんていうふうに思っていたんですけども、まあ実際ね1年間利用した保険っていうのはですね、まあ私はね動画にもいたしましたけども、こちらのね海外旅行保険の健康金保証、まあこれだけだったんですよね利用したのは。ですので1年間でねこの保険をね全部使うみたいなね、まあそういったのはねやっぱりね厳しいかなっていうふうに思うのと、まあこのねアメックスプラチナカードね、昨年ニューヨークにねANA のファーストクラスで行きましたけども、まあ、その時にね行って行くから発行したわけなんですけども、やっぱりね今はコロナ禍ということで、この海外旅行保険って非常に難しいですよね。まあ私みたいにねクレジットカードをたくさん持っているとですね、まあ中にはねゴールドカードとかもね多かったりしますので、まあ、疾病保障っていうね海外で、まあ、病気になったり入院したりとかね、まあそういった時にですね保証していただけるねサービス、まあ保険がね、まあ、充実しておりますけども、今はコロナ禍で、まあ、医療費がね安い国であれば、まあ、このねアメプラの1000万とかでもね、まあ、保証して、まあ、それだけ多分入院から退院まで受けることができると思うんですけども、これがね、まあ、アメリカとかね医療費が高い国でするとですね、多分ね今コロナとかにね実際になってもしね入院とかになったら、まあ、下手すりゃ1000万じゃ効かないかもしれないななんていうふうに思いますので、この今のねこのコロナ禍でこの海外旅行保険をクレジットカードだけのね保険で賄うっていうのは、まあ、もちろんね人それぞれね、まあ、お好みで選んでいただければいいんですけども、私個人的にはですねこれでねもし足が出てしまって、まあ、負債がね100万とか50万とかね食らうと、まあ、本当にね生活も大変になりますんで、まあ、そういう思いはしたくないなって思うと、やはりね海外旅行保険はね別途入るね必要があるかななんていうふうに私は思ってしまうんですよね。まあ私はビビリな部分もありますんで、やはりね、まあ、そういったこともありまして、このアメックスプラチナカードの付帯保険はね非常に素晴らしかったんですけども、まあ実際はね別にね海外旅行保険ね入って、まあ、今回ね昨年のねニューヨーク行かせていただいて、2022年のね海外滞在に関しても、まあ、基本的にはですね、まあ、一番安い保険で、まあ、充実したのをね探して、まあ、加入しておりますけども、やはりねクレジットカードの保険だけっていうのはねちょっと厳しいかなっていうふうに個人的には思いました。またね個人賠償保険っていうのはこのアメックスプラチナカードはねついてるんですよね。
でこれはですね、ついてるのはね非常にいい特典だと思うんですけども、あの示談交渉っていうのはね、アメックスのこの個人賠償っていうのはね、利用することができないっていう風になりますんで、もしね何かあった時に交渉自体はね自分でやんなきゃいけないんですよね。ですのでこの個人賠償もね、私やはり子供がいるっていうのと、あの自転車にもね乗ったりもいたしますんで、この個人賠償っていうのもね結構いいなと思ってたんですけども、まあ、結局ね何かあった時は、まあ、自分で示談交渉しなきゃいけないんで、まあ、そうなってくるとね、もしね自転車とかで交通事故を起こした場合は、まあ、自分でね相手方と交渉しなきゃいけないので、まあ、結局ね、まあ、ここら辺のやり取りがねめんどくさいなとかね、まあ、大変って思う人はですね、まあ、結局それもね別途入らなきゃいけないみたいなね、まあ、そういった感じにもなりますので、まあ、この個人賠償っていうのもね示談交渉がついてないのはですねちょっとね残念ポイントだったかなっていうふうに思いました。私もねちょっと実際に使ったんですけども、ちょっとね結局これじゃダメだなっていう感じですよね。でまたねホームウェアプロテクションね、こちらもね結構メインでね利用したいなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、こちらに関してはですね、まあ、運が良かったのかこの1年間ね特にね家電が壊れることもなく、利用させていただいたんで利用する機会がねなかったっていう感じですかね。まあ、もしあればですねこのホームウェアプロテクションっていうのはアメックスプラチナで切ってなくても保証していただけるっていうふうになりますんで、まあ、非常にいいサービスだったんですけども、まあ、タイミングよくね何も壊れることなくね1年間過ごせたっていう感じですね。次にねプライオリティパスなんですけども、プライオリティパスはね本当にこの1年間ねめちゃくちゃ利用させていただきました。 ANA ラウンジから始めて、まあ、海外のねプライオリティパスで入れるラウンジもねかなり利用させていただいたわけなんですけども、でこのアメックスプラチナカードはまずねプライオリティパスで同伴者無料で入れるんですよね。これもすごいですよね。でまた4枚まで家族カードがね無料で発行できるわけなんですけども、4枚ともねこのプレステージ会員でね利用することができるっていう風になりますんで、これもすごいですよね。ですのでご家族の方がねある程度の年齢であってですね家族カードが発行できて一緒に旅行行きたいみたいなね、まあ、そうなった時も、まあ、家族の方もね全員プライオリティパスがね発行できるっていう風になりますんで、まあ、これはねかなり重宝するのではないのかなと思いました。私もね本当にたくさん利用させていただいたのと、またねこのアメックスプラチナっていうのは空港ラウンジっていう意味ではですねプライオリティパスもついておりますけども、プラザプレミアムラウンジね、こちらも独自で提携しております。まあ私のね動画でも結構紹介させていただきましたけども、クアラルンプールのプラザプレミアムラウンジね、昔プライオリティパスで入れたラウンジなんですけども、ここもねプライオリティパスとの提携を切ってしまって今はね利用することができないんですけども、アメックスプラチナカードを持っていれば提携しているっていう風になりますんで、ここもね利用することができるんですよね。またね私がねカメラを落として液晶をぶっ壊したねジャカルの張った国際空港のあそこもプラザプレミアムラウンジだったと思いますけども、あそこもねプライオリティパスラウンジキーとか対象外なんですけども、このアメックスプラチナをね保有している方は、まあ、利用することができるっていう風になりますんで、この空港ラウンジっていう意味ではこのアメックスプラチナカードはね本当にめちゃくちゃいいなっていう風に思いました。ですんでね海外バンバン行く方にはですね、まあ、持っていてね損はないのかななんていう風に思います。またねデルタ航空利用するときはデルタのスカイクラブラウンジもね独自提携しておりますんで、まあ、利用することができますし、またね世界各国、まあ、そんなにすごいたくさんの数があるわけではないですけども、アメックスが運営しているねセンチュリオンラウンジっていうのも利用することができるっていう風になるんですよね。でここまではですね非常にいいメリットっていう風になるんですけども、デメリットはですねやはりこのアメックスのプライオリティパスはレストラン特典が使えないっていう点ですよね。まあ私の動画でもね結構言っておりますけども、詳しい内容はねこちらを見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、先日のねボテージありましたよね。関西国際空港に12月1日からの提携開始になったわけですけども、あの時もね MUFG プラチナカードでね利用させていただいたんですけども、ああいうところですねこのアメックスのプライオリティパスのねレストラン特典が使えないっていうのはですね本当にね残念ポイントに入ってしまいますね。あの日本にねそういったそのレストラン特典がね使える場所っていうのが、まあここ数年ですよね増えてきたのは。昔まではねそういうところがなかったので、まあ、特にね気にすることはなかったんですけども、今中部国際空港も使えるようになりましたし、また先日のね関西国際空港も使えるようになりましたので、またねこういった場所ができるたんびにですねこのアメックスのプライオリティパスだと使えないっていうのはね
出てきてしまうって思うとですね、本当にここはねどうにかしていただきたいなっていうふうに思う点ですかね。はい、まあアメックスプラチナはね、あのプライオリティパスたくさん発行できるねメリットっていうのは非常に大きいんですけども、ここはねちょっと残念ポイントだなというふうに思いました。それでは次にコンシェルジュですね。これもね本当にめちゃくちゃ利用させていただきました。こういったね発信をしている身からするとですね、この聞ける場所があるっていうのはですね非常にねありがたいサービスっていう風になりました。またねあのレストランの手配だったり居酒屋のね手配だったり、まあ、奥様のねあの誕生日の花束とかも使わせていただいたんですけども、まあ、そういったのですねいろいろお願いして利用させていただきましたが、本当にね電話1本で利用することができるんで本当に重宝いたしますね。特にね飲み会とかあのレストランの予約っていうのはやっぱりね自分で探すって結構時間かかるじゃないですか。で行ったこともないお店がどういったものなのかっていうのを分かんないですよね、まあ、それ行かなきゃ分かんないじゃないですか、まあ、それがねアメックスのプラチナコンシェルジュで紹介してくれるって思うとですね、やはりねある程度の品質は、まあ、保証されているかなって思いますよね。ここがねやっぱりねコンシェルジュのね強みだななんていうふうに思いますので、まあ、私自身ねあの結構利用させていただいたんですけども、まあ、会社員の方であればですね上司の方とかね同僚の方とかね飲みに行く、まあ、幹事任されたりみたいな、ね、今はちょっと少ないのかもしれないですけども、まあ、そういった時にもですねこちら持ってるだけでねかなり時短できるかななんていうふうに思いますので、まあ、私のね最近おすすめさせていただいているね LINE 公式アカウント限定案件でですねこのコンシェルジュっていうのは利用することができますので、概要欄にね公式アカウント載せておきますんで、ぜひねチェックしてみてください。こういった感じでねいろいろ利用させていただきましたけども、コンシェルジュっていうのはね本当に時短に、ね、なりますんで、ぜひねあんまり使われてない方もねカード持っててもねいらっしゃるみたいなんで、ぜひねなんかあこういうのなんかあれだなと思った時はですね利用してみるのもねいいのではないのかなと思います。またね海外にね行った際もですね、まあ、このアメックスのプラチナコンシェルジュね何かありましたらいつでも電話してくださいみたいなね、まあ、そういった感じで言っていただけますんで、まあ、海外ね行く時にね非常に心強いっていう風になりますんで、この点もね非常に良かったですね。それでは次に貯まるポイントですね。アメックスプラチナカードは100円で1ポイントが貯まるねクレジットカードっていう風になります。アメックスのプルポカードと呼ばれているグリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードがあると思うんですけども、このアメックスのリワードポイントっていうのは基本的にポイントを高レートで交換するのにメンバーシップリワードっていう手数料がかかるんですよね。でまた ANA マイルに交換する場合は ANA マイル交換コースみたいのにお金がかかるんですよね。これね非常によくわかんないシステムなんですけども、まあ、アメックスはこういう風になってるんですよね。でこのアメックスプラチナカードはですね、またね余計な費用っていうのは、まあ、年会費が高い分あってですね、ここら辺ねかからないようになってるんですよね。まあ、年会費に組み込まれてるっていう風になりますんで、まあ、この点はね非常にいいかなと思います。ポイントね使う時に、まあ、特にねお金かかったりねいたしませんので。で交換先についてなんですけども、交換先についてはねもうちょっと頑張ってほしい感じですかね。 ANA マイルにね年間4万マイル、まあ4万ポイントですね、まあ年をまたげば年間8万ポイントまでね交換することができるんですけども、それ以外ですね JAL のね交換はできるんですけども、レートが非常に悪かったりですね、まあちょっと前まではですねブリティッシュアウェイズのアビオスにね交換して、まあ、利用されてた方もね多いかなと思うんですけども、このブリティッシュアウェイズのアビオスっていうのもですね残念ながら解約になってしまったので、まあ、交換先、まあ、これから交換するっていう意味ではですねちょっとね利用するのはねなんだかなっていう感じなんですよね。まあ使えなくはないけど別にお得でもないみたいな感じなんですよね。ってなるとですねマイルの交換先っていう意味ではですねちょっとね物足りないんですよね。ですんで、まあ、ユナイテッド航空とかね、アラスカ航空とかね、まあ、ここら辺とかに交換できるとね、かなりね、利便性は上がるかな、なんていうふうに思うんですけども、ポイントの交換先っていう意味ではですね、ちょっと弱いかなっていうふうに思いますかね。一応マリオットとヒルトンとかね、まあ、私はねマリオットポイントが一番貯めたいんで、まあ、マリオットにポイント交換をね通じてるのはありがたいんですけども、レートがそんなに良くないんですよね。1000ポイント990ポイントっていうね交換レートになりまして、まあ、昨年ねありましたけども 30% 増量とかがあっても、まあ、1000ポイント交換して1287ポイントになるんですよね。まあこれでもですねやはりマリオットアメックスプレミアム
カードとかで決済すると100円で3ポイントっていう風になりますんで、まあちょっとねこうやって考えるとですね、交換先としてはね弱いかななんていう風に思ってしまうんですよね。 50% 増量とかあったらねまたちょっと違うのかもしれないんですけども、まあ、ポイントの交換先っていうのはですねあんまり良くないのかなっていう風に思いました。それでは次にアメックスプラチナカードのオファーですね。本当にねこのアメックスプラチナカードのオファーはねすごいです。めちゃくちゃオファー来ます。まあもちろんねあの中には来ないオファーも多いですけども、20% 還元だったかな、まあ、そういったね結構どでかいオファーが来まして、アップルの製品でねここまで値引きで買えるっていうのはですねなかなかないですよね。まあ、こういったねオファーはこのアメックスプラチナカードね、まあ、年会費が高い分だけ優先して入れているのかちょっとわからないですけども、オファーに関してはね本当に強かったですね。ということでこういった感じでですね1年間ねアメックスプラチナカードを使った、まあ、メリットデメリットみたいなのをね話させていただいたんですけども、まあ、1年間ね利用させていただいて、まあ、非常にね特典も多くて、まあ、年会費が高いみたいな、まあ、そういった感じですかね。まあ、個人的にはですねやっぱり年会費はちょっと高すぎるかなっていうふうに思いますかね。14万3000円を払って、まあ、この特典っていうのは納得できる人とできない人、やっぱりねこれで海外旅行保険が全部ね賄えるぐらいまでなればですね、まあ、またねちょっと印象変わるかななんていうふうに思うんですよね。私も去年年3回ぐらい海外に行ったのかな、まあ、そのたんびに海外旅行保険ねおそらく1万円ぐらいは払ってると思うんですよ都度で。まあ、そういうのを考えるとその海外旅行保険とかをね全くかけないでアメックスプラチナだけで行けるみたいなね、まあ、そんな世界線になったらねまた変わるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ちょっとね今の感じだと保証額がねちょっと足りなかったりいたしますかね。まあ、もちろんね個人的な意見なのでいや全然そんなふうに思わないっていう人もね中にはいらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、1年間使わせていただいて、まあ、私としてはですねこういった感想になりました。ということで私はですね先日ねこちらの動画でこの動画をね作ることをもう決めておりましたので入れてなかったんですけども、はい、残念ながらこのアメックスプラチナカードはですね解約いたしました。ということで、今はですねこのアメックスプラチナカードねもうこちらはね解約したカードっていう風になりますんで、まあちょっとね FHR とか、フリーステイギフトとかねあとプリンスホテルのプラチナステータスとかの特典とかもねちょっと利用してみたい部分もあったんですけども、まあそれを差し引いてもですねちょっとこの14万3000円っていう年会費をですね2年目払えるかって言われるとちょっとね別のところにお金を払いたいなっていう風にね個人的には思ってしまったので今回ね解約させていただきました。はい、そんなところでしょうかね。今回ねちょっと思うところをね1年間利用させて動画ね作らせていただきました。これからね発行を検討されている方はですねぜひね参考にしていただければなと思います。またねいやいや平井さんそんなことありませんっていう方もですねぜひねコメントで意見ね教えていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。